Hello, welcome to Tokyo Xanadu. Well, we're heading deeper into this pillar dungeon, which is surprisingly large for what it is. Which is basically just a mini dungeon, like a sub dungeon. We're gonna have to do three of these. Isn't really a fair fight. I'm skidding about everywhere.変わります。やー！
I want to die. Yeah, not bad. I don't recognize you. Damn it.
Have to get up earlier in the day to catch me out.姉さん、怪我はないみたいですね。よかった。柱も止まったみたいだ。やれやれだぜ。まったく、不覚を取ってさらわれちゃうなんて。ソラ、ありがとう。また助けてくれたんだ。そうか、異界化の影響で記憶が戻ったのね。うん、なんかそうみたい。ありがとう、本当に。やっぱりあんたは私の自慢の後輩だよ。まったく、何度こんなことに巻き込まれたら気が済むんって。うわっありがとね、ユウくん。強くて優しくて本当に大きくなったんだね。だからユウくんはやめろって。ったく、もう心配かけさせるなっての。時坂くん、柊木さんたちも助けてくれてありがとう。無事でよかったっす。一旦外に出ましょうか。
の塔に真の元凶が。やっぱりそういうことだったのか。ええ、第二の最悪の危機は未だ過ぎ去っていないわ。それどころか10年前を超えるかもしれない。ソラ、ユキ、改めて力を貸してくれるか。当然です。武術に携わる者として、 XRC メンバーとして引き下がるわけにいきません。一度始めたゲームはクリアするのが主義だからね。どうせ逃げられやしないんだし、やるだけやってみるさ。ユウくん、心配だけど仕方ないわね。私もソラみたいに武器が出せたらよかったけど、ま、今は自分ができることを頑張ってやっていくしかないか。お二人は実家の方は？ええ、それが森宮の外なの。あの柱のせいでユウくんのマンションの人たちも避難しちゃったみたいだし。私も市外なんだよね。こうなったら学園の方に行ってみようかな。そいつは俺も気になるな。結局亮太のやつも学園から戻ってねえみたいだし。町にグリードが出ているから足止めされているのかもしれないわね。ひょっとして舞部長や他の人たちも。はあ、先輩の家も市外だし残ってる可能性は高そうだね。なら確かめてみればいいじゃん。ここからそう遠くないし、みんなで一緒に行けばよくない？うん、だったら私もご一緒させてもらおうかしら。そういえばトワネも学園に向かうっつってたら、せっかくだしどこかで合流して一緒に向かった方がいいか。ええ、サイフォンの特殊モードも使えるはずだし連絡しておきましょう。まさか霧か。何この声、 なんだか聞き覚えがあるような。まさか。Oh god, it's you. I hated you.亮太、あいつ舞部長たちも
早く助けに。マチョ、邪魔すんじゃねえ。こう、oh thank god大丈夫か？皆さん、ご無事ですか？こう、やっぱお前なのか？ああ、てかサボってばかりの幽霊部員のくせに無茶しすぎだっつの。何考えてんだバカ、このバカ。バカ言うな。コウちゃん、コウ君、コウ先輩の三冠を達成しやがったラブコメ野郎のくせに。ラブコメ言うんじゃねえ。コウ君まったく。お前もだ。一人で何やってんだよこのアホタレ。はあ、姿が見えないと思ったら、いくらぬるおた気味だからってあんまりな格好じゃねえか。さすがにバレたみたいだね。 Wait, shit, you were White Shroud?まさか小日向君。
イクリプスにグリード、実はヒイラギさんが裏の組織の人間で、極めつきは夕闇の使徒に東京迷彩か、なんつーか、どこの深夜アニメの世界だ。 Harsh thing to say about your own game. 残念ながら事実よ。こんな事態にならなければ、あなたたちにとってはただのフィクションであり続けられた。ああ、別に疑うつもりはないけどさ、現在進行形でありえねえ光景を目にしちまってるわけだし、子たちが何かやってるのも薄々気づいてたからな。悪いな、今まで黙ってて。でもこっちもちょっと信じられないね。まさか小日向君が教会の人だったなんて。僕は1年半前に国防軍からの要請を受けてこの森宮市に派遣されました。刻印騎士の一人として、いずれ起こる第二の災厄を突き止め未然に封印するために。つまり完全に先を越されていたわけね。さすがにそこまで確信があったわけじゃないけどね。結局目をつけていた落とし子はただの眷属レベル。この事態を起こした真の元凶には全く届けていなかったわけだし。 What's the point in wearing bandages over your clothes? ジュン、それにこの地の状況を見極めるため結構ひどいこともやってきた。あのミクリア氏とコンタクトを取って教会の封印書庫にあった金書を渡したりもしたよ。まさかあんな使い方をされるとは思わなかったけど、って言い訳だね。あの童話ね、ザ・ウィッチ・オブ・ミスティ・キャッスル、あの時気絶していたのはフェイクだったとは。恐れ、さすがに冷徹無視で知られるオルデンの騎士殿かしら。そうだね、魂を主に、血と肉を精霊に捧げているのが僕たちだ。その意味では君たちよりよっぽど人でなしなんだろう。はっ、アホらしい。ああ、まさかジュンがリョータよりもアホだとはな。え？っていちいち俺を落とすんじゃねえ。あのなあジュン、お前みたいなお人よしがそうそういるわけねえだろ。なんで今そうやってベッドで横になってるんだっつうの。あ、廃工場でも俺を助けてくれたし、 XRC のフォローもしてくれた。俺とヒイラギが神社の敷地に倒れてたのもお前がやったんだろ。そういえばいかにも見つけてくださいって感じで仲良く並べられていたけど。なるほど、そうだったのね。するとソラちゃんや篠宮君が親しい人たちのすぐ近くで目を覚ましたのも同じわけね。ああ、間違いねえだろ。そこまでバレてるなんてね、さすがにちょっと世俗に染まりすぎたかな。入学していきなり告白とかもされちゃったしね。あれが決め手かもな。って俺の黒歴史をほじくり返すんじゃねえっての。やはりオルデンでも森宮の結界は越えられないのね。ああ、言うなれば
今の森宮は一つの巨大な迷宮みたいなものさ。内側から閉じられているため、外からこじ開けることもできない。解放するには塔にいる神秘の人を倒すしかないだろう。やっぱそうなのか。あのレムって子や、おじいちゃんの見立て通りだね。こうなった以上、できれば僕も君たちに協力したかったけど、予想外の痛手を食らって2日くらいは動けなさそうだ。しばらくはコウたちに任せるしかないな。今更だぜ。で、2日で治るのかよ。さっき恵子先生は全治3週間って言ってたけど。さすがは刻印騎士、超人的な回復力みたいね。ま、しばらくは私たちに任せてちょうだい。ああ。しかしこのメンツが揃ってしおりちゃんがいないのは寂しいわ。まあ風邪で学園を休んでたし、うちでおとなしくしてりゃいいんだが。あ、それはこう。え、何、俺なんか変なこと言った？異変当時しおりさんはアクロスタワーにいたそうなの。異形の巨頭と化したあの場所に。マジかよ、それヤバいんじゃねえのか。まあきっと大丈夫だよ。とても真の強い子だし、タワーから逃げてきた人も結構いるみたいだし、きっとコウ君のことを信じて待っていると思う。ああそうだな。いずれにせよあの塔にたどり着けなきゃしおりの消息もつかめねえ。 XRC の仲間たちと再会して何としても乗り込むだけだ。そうね、まずはそこからだわ。うん、こうならきっとできるよ。そっか。ま、あれだ。なんだそりゃ。わかった、せいぜい気合を入れるぜ。Oh, you two are cute. まずは XRC の集結。僕すると残るはシオ先輩に美月先輩にリオン先輩、それと五郎先生の行方もさすがに気になりますね。ああ、そして他の柱も止めていく必要がある。あの塔に近づけないと結局は何も解決しないからな。問題は山積みだし、時間も正直限られているわ。ここからはより慎重にかつ迅速に動いていかないと。ごきげんよう少年。どうやら友人たちとも無事再会できたみたいね。また見ていたようなことを。で、何かあったんすか？また情報提供があってね、別のお仲間らしき面々が駅前広場で目撃されたそうよ。マジですか？代金はつけておくから確かめに行ってみるといいわ。せいぜい頑張りなさい。アンティーク屋の人ですよね。どんな情報だったんですか？ああ、それが駅前広場、柱が出現した場所でもあるわね。
彼女からの情報ならかなり信頼できそうだわ。ああ、準備を整えたらとにかく行ってみるとしよう。ここから駅前だったら、ついでに他の場所を覗いていってもいいかもね。Alright, we're going to leave things there for today. Like and subscribe if you enjoyed, and I'll catch you next time.